やあ。こんにちは、こんばんは。ヨッスイです。以前動画にした UV 毛布が最新のバージョンだとうまくできないといったコメントがあったので確認してみました。最新のバージョンだといくつか削除されているノードがあるみたいで、 UV 毛布で使っていたノードもそれに含まれていました。なので今回はブレンダー 4.0.2 で再現してみようと思います。まずはボックスを削除してスザンヌさんに登場してもらいます。次に UV を確認してみましょう。ちゃんと展開できてますね。次にモディファイアを追加からジオメトリーノードを追加します。新規を押して新しいジオメトリーノードを作成します。ジオメトリーノードタブを選択してノードを設定していきます。まずはブレンダー 2.93 で作成していたノードを見てみます。ノードラベルが未定義となって機能していませんね。以前のものはノードで属性を指定していましたが、それができないのでまずはグループ入力に UV 情報を読み込めるようにします。グループ入力を選択してサイドバーのインターフェースのプラスを押して入力を選択します。名前を UV に変更してタイプをベクトルにします。ジオメトリのソケットは一番上にないとダメみたいなので、UV とジオメトリの順番を入れ替えます。ドラッグ&ドロップで入れ替えできます。 UV の項目の十字のボタンを押すと属性を選択できるようになります。入力欄をクリックすると UV マップが選べるようになるので選択します。この UV マップは UV を確認した時の右上に表示されるものと同じものです。あとはファクトスケールも使うのでソケットを追加します。新しいバージョンだとソケットのタイプが選べるので、どちらもフロートのままにしておきます。それでは各ノードを追加していきます。まずはメッシュ処理から変分離ノードを追加します。次にユーティリティベクトルからベクトル演算ノードを追加します。そしてそれをコピーして3つにします。左から減算乗算加算にします。UV から減算のベクトルにつなげます。ジオメトリ読み込みから1ノードを追加します。1から減算のベクトルにつなげます。減算のベクトルから乗算のベクトルにつなげて、ファクからもベクトルにつなげます。乗算のベクトルから加算のベクトルにつなげて、1からもベクトルにつなげます。ジオメトリ書き込みから1設定ノードを追加します。変分離のメッシュからジオメトリにつなげて、加算のベクトルから1へつなげます。係数の値を変更すると UV の形に変形すると思います。係数は0から1まであればいいので、最小と最大の値を0と1にします。変形後の大きさをスケールで変更できるようにノードを追加します。減算ノードをコピーしてスケールに変更します。 UV とスケールをベクトルとスケールにつなげて、減算のベクトルにつなげます。これでスケールを変更すれば大きさを調整できます。
あとは回転できるようにするためにユーティリティ、ベクトルからベクトル回転ノードを追加します。ユーティリティ、回転にもベクトル回転ノードがあるので間違えないようにしましょう。加算のベクトルからベクトルへつなげて位置設定の位置につなげます。角度を変更すると回転しますが、 X 軸方向で回転させたいので座標軸を 0.0.1 から 1.0.0 に変更します。角度に90を入力して正面を向くようにします。ただこのままだと元の状態に戻したときにスザンヌが回転してしまってます。なのでファクが1のときに90度回転するようにノードを追加します。ユーティリティ、数式から数式ノードを追加します。乗算に変更してファクを値につなげてベクトル回転の角度につなげます。値を90にします。ファクを変更すると角度がおかしいですね。これはベクトル回転ノードの角度がラジアンになっているためです。なので値もラジアンで入力する必要があります。乗算ノードをコピーしてラジアンへに変更して値へつなげます。角度を90にすれば変形前も後も正面を向くようになります。これでブレンダー 4.0.2 で UV 毛布ができるようになりました。今回の動画は以上となります。補足的な動画ですが、皆さんの参考になれば幸いです。それではこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいと思ったらグッドボタンもよろしくです。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。